あんな営業トークじゃ売れるものも売れないわ。すいません。すいませんじゃなくてすみませんでしょ。はあ、しっかりしてよね。ちょっと、しおみくん、ねえ、こんなとこで油売ってていいの？資料はできた？資料？何の資料じゃん。プレゼン資料よ。プレゼン？明日から出張でしょ？分かってる？そうでした、すいません。たく、君は仕事を何だと思ってるの？すいません。なかなかいいとこ押さえたわね。ありがとうございます。ちょっと忘れ物したから先入ってて。はい、わかりました。どうしたの？すいません。どこへってどっちでしょうか？混浴よ。混浴？何？私とじゃ嫌なの？いや、そういうわけじゃなくて。じゃあ脱がせて。ほら、直接見れるのよ。脱がせて。うん、なんか。お前のさ、いいものしてる。お前が被害者だって分かってる。逆セクハラだよ。いいから俺に任せろよ。お前もう部屋戻って寝てろ。もう無理だからね。部長。あいつは今風呂に入ってます。あ、そう、それはよかった。昨夜見ちゃいました。あいつとやりまくってと。え、そう、会社には内緒にしてね。これは部長次第ですね。何言ってるの？部長が僕に火つけたくせに、これで幕引きですか？ちょっと君、上司に向かってなんて口聞いてんのよ。まだ就業時間前ですから、上司と部下じゃありませんね。